坂本がバッターボックスに入っています。4球目打ちました。レフトへいい当たりですが、青木追っていってワンバウンドでフェンス、長打コースになりました。坂本は悠々二塁へツーベースヒット。まずはジャイアンツ初回先制のチャンスを作りました。戸間篠さん、この石川ですが2軍での登板からは中6日になります。ただ久々の1軍での登板、そして大事な先頭バッターこの辺りになりました。そうですね、インサイドをうまくさばかれたんですけれども、その辺はやっぱり球速という部分ですよね、はい、ですからその外の進化系にとにかく頭に中には各バッター右バッターあると思うんですけれども、その中でインサイドをどうさばけるかという部分では先頭打者の坂本球場高く上がりました。レフトスタンドへ伸びていく打球は伸びていってスタンドに届きました。恐れていたホームラン、ツーアウトから1番の坂本が放ちました。スワローズ、そしてこの5回を投げ切ると石川雅則の2020年初勝利や、その権利が手に届きます。しかし3安打目、坂本3安打、猛打賞。ここは追い込まれてからセンターへ軽打を